じくじくはいどうもかけじゅくじゅくの村ですさあ今回は塾長のビルフレコーということで香川県の琴平宮に来させていただいております目的はこちらお待たせこんぴらさんの弱中点ということで 伊藤若冲になりますね、伊藤若冲。伊藤若冲というと、江戸時代中期、京都で活躍した天才絵師というふうに言われておりまして、今最も人気の高い日本の絵師の一人になります。その証拠に、最高傑作である同色彩絵と呼ばれる30服セットの掛け軸がすべて2021年に国宝に指定されました。で、同色彩絵を描いている最中、 まあ最も脂が乗っている時期に香川県の琴平宮の奥松院に描いたのが「百数」の障壁画6畳のちっちゃな部屋に四方を囲むように201点もの大量の花々が描かれておりめちゃくちゃ壮観なんですよ。 でそれを見たいっていう人もめちゃくちゃ多かったんですけども残念ながらね痛みが激しすぎてもう長らく非公開やったんですよ9年ぐらい非公開やったんですけどもそれがねなんと2021年の11月より修復作業に入ってたんですよでそれが2023年3月つい最近ですけども完了したんですよ で、ああ、よかった、よかった、ということで、じゃ、あそれのお披露目会せなあかんな、ということで行われているのが、こちらの展覧会になります。さあ、それでは、早速行ってみましょう。はい、琴平宮はね、あの、表松蔭が集合場所になるんですけども。あの、そこ行くまでにね、確か七百段ぐらい階段登らなあかんということで。まあ、まあの、運動になると思います。 まだ時間かかるので、えー、まあ、自分が回られる時間よりも早めに集合して、えー、向かうようにされた方がいいと思います。で、今日みたいに晴れてる日は結構暑いので、ね、あの上着とか、えー、そういったものない方がえ,えんちゃうかなと思います。ちなみに私は上着着てるのでクソ暑いです。はい、半袖でもえ,えんちゃうかなと思いますけども、まあそこねは調節してね皆さん楽しんでいただければなと思います。よいしょ。 僕はね4月10日の月曜日、まあ、平日に来させていただいてるんで、わ、ま、り、あ、かしね、空いてはいるんですけども、ゴールデンウィークぐらいになってくるとね、結構ここら辺、いっぱいになるんじゃないかなと思うので、まあ、日程を、ね、結構調節されてこられたらいいんじゃないかなと思います。 はい、やっと会場の入り口まで来ました、まっすぐ頑張って歩いて20分くらいあれば到着するかなと思いますけど、まあまあ、切れますねさあ、いよいよ行ってみたいなと思います。 ただいま見てまいりましたいやー良かったですねもう凝縮された圧倒的な1時間でしたこの感動をね皆さんにもお届けしたいなと思うのでレポの方をまとめていきたいなと思います はい。それではね、早速レポの方を進めていきましょう。まず全体情報をざっとご紹介させていただいた後、今回の弱中点というのは、まず表書院を見た後、そのまま地続きで奥書院に行って、えー、弱中の作品を見るという流れになるので、地図を見ながら巡っていった順番に、えー、それぞれ気になった作品っていうのをご紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。それではね、全体情報なんですけども、まず予約ですね、予約。あの、当日券は一応販売してるので、僕が行った段階で言うと、あの、そのまま当日行って、あの、買うことはできます。ただ、これネット予約っていうのも受け付けてるんですよ。で、まあ、その、当日券買えるなら別にネット予約せんでもいじいやないかって思うかもしれないですけども、特典があります、特典。はい。え、ネット予約をすると、え、クリアファイルを、えー、当日行ったらもらえます。はい。弱中のあの、百貨図のクリアファイルですね。まあ、当日はあの、お土産屋さんで売ってるやつやと思うんですけども、 もあのそれがタ、ま、ダ、あ、でもらえますよっていうことなので、まあ、どうせね、あのいくんやったらね、ネット予約して行ったらそれもらえるから、え、まあ、えんちゃいますかということで僕もいただきましたのでね、えー、ご利用いただければなと思います。で、えー、駐車場なんですけども、あのコントーヒーラー具の専用駐車場っていうのはないんですよ。 えー、ないんですけども、あの、たいあの、有料の駐車場が山ほどその周りにあるので、多分どこかには泊まれると思います。で、そんな高な、ね、い300円で1日泊まり放題みたいな感じの、えー、ゆるーい感じの駐車場がありますので、車で行かれる方はね、あの、別に心配なさらずに駐車場を止めて、えー、行かれたらいいんじゃないかなと思います。で、えー、イントロの動画でも言いましたけども、あの、集合場所はね、琴平宮の、え、表書院という場所になるんですよ。なので、コンピラ山ついてからその表書院まで、えー、歩いていかなきゃいけないんですよね。階段登って歩いていかなきゃいけない いけないんですけど、成人男性僕で結構寄り道とかもせずにまっすぐ行っても20分ぐらいはかかりました。しかも結構はあ、ははあ、は言ってたでしょ。ははあ、いうぐらいのペースで行って20分ぐらいかかるので、まあちょっと3、40分ぐらい余裕見て行かれたらいいんじゃないかなと思います。で今回の展覧会っていうのはあの1時間ごとの交代制なんですよ。なのでこの時間からこの時間まで見るコースに行きますっていう予約をしている方はその予約のだから1時間ぐらい前にまあ あの、トヒラグに到着して、で、歩き始めるぐらいがちょうどええんちゃうかなと思います。まあね、登り切ってね、結構汗かいてると思うので、ちょっと涼んでから行きたいじゃないですか。リラックスしてから行きたいじゃないですか。だから時間に余裕を持って、1時間ぐらい前からスタートするぐらいで、登り始めるぐらいで、えー、ちょうどいいんじゃないかなと思います。はい。 で、あの、専用ロッカーはあります。はい、専用ロッカー。これはね、ありがたかった。僕も結構荷物持っていっとったんでね、撮影機材とかもあったんで、ちょっと邪魔やなっていうのもあったんですよ。それが、門を入って左手に専用ロッカーが、まあ、そんな数は要素はないんですけど、まあ、まあ、あのー、そんなたくさん一気にダーって見ることもないのでね、えー、それぐらいの数ぐらいはあるので、まあ、そちらを利用されたらどうかなと思います。 で、今回の展覧会っていうのはさっきも言いましたけども、1時間の交代制になるんですけども、どういうスタイルで行われるかっていうと、えー、まあ、これから始まりますよってアナウンスがあって、用意どドンで靴入れて、えー、見出したら、えー、そっから放流スタイルになります。 はい。のばなし状態、好きなように見てやーの状態になるので、自分のペースで見ていくという形になります。あのー、これはね、ちょっと僕意外やったんですよ。あの、というのは、今年の3月に、僕、大徳寺、京都のね、受講院っていうところに行ったんですよ。で、そこで何を見に行ったかというと、カノエイトこの襖絵が、国宝の襖絵が、4年か5年ぶりぐらいに帰ってきて、期間限定で見れますよっていうのをやってたんですよ。で、これね、あの、レポー動画出そうと思ったんですけど、ごめんなさい。時間の関係でね、あの、出せなかった、あの、おくらいでやったんで、これはこれ これね、またなんかのネタでね、えー、お話しさせていただければなと思うんですけども、まあ、あれ良かったんよ。良かったんです。カノエートもめっちゃ良かったんですけど、これも1時間の交代制やったんですけども、これはね、最初から最後までガイドさんがつきっきりで解説してくれるっていうスタイルやったんですよ。で、それそれでまあまあ良かったんですけど、このスタイルで行くのかなと思ったんですけども、そうではなくて、えぇ、ー、ことひは完全に野放し状態なので、えー、自分のペースで見てくださいねって、まあ、最後間に合わなかったらあなたの責任よ、みたいな感じになるので、あの、ペース配分は結構気にしながらしたらいいんじゃないかなと思います。 けどまあでも、じっくり見ても、あの、最後までたどり着けますので、ええー、まあ自分のペースを守って見ていくという形になります。まあでも、これはね、あの、僕なんかにとってはすごい良かったですよ。なんでかというと、う結構ね、まあ、あの、見たいもん、どうでもいいもんって、どうでもいいもんみたいだけど、見たいもんとそうでないものに分かれるんですよ。で、見たいもんからはもう全然動かないっていうぐらいのペース配分をするので、あの、全体の流れに沿って歩いていくのって苦手なんですよ。の人にとってはすごいいいんじゃないかなと思いますので、ええー、1時間放流スタイルなので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。 で、あと、これはね、あの、おすすめというか、持っとった方がいいんじゃないかなと、用意しとった方がいいんじゃないかなと思うのは、単眼鏡っていうのがあるんですよ。単眼鏡。まあ、片目でこうやって、あの、遠くののが見れますよ、の、あの、まあ、双眼鏡みたいなやつ。単眼鏡があるんですけど、これはね、あった方がええんじゃないかな。持ってる人は持ってった方がいいと思います。まあ、それ持ってる人は持っていくやろうなと思うんですけども。えー、ない方も、そんな高いもんじゃないんですよ。もうまあもう、絶対、まあ、物によるけどね、ピンキリやけども、あの、まあ、数千円ぐらいで買えるぐらいの予算感で、 アマゾンでポチっしたら買えるもんなんんでででこれご用意してた方が今後の展覧会を見に行くととかでも役立つと思うんですよなぜかというと、あの、大体お寺の展覧会って、あの、部屋の中に入れることって結構少ないんですよ。で、昔は入れてたけど、だんだん入れなくなってくるっていうのが結構主流なんですね。あの、例えば、兵庫県の大乗寺で霞にあるお寺、大巨寺と言われているところも、あの、なんと期間によって変わるかもしれないですけど、僕が行った時は中入れた時やったりするんですけども、あの、 なんか、違う後々になると、あの、いつからだかだからすると、部屋の中には入れずに、あの、何て言うの、その遠くから見るような感じでしたっていうふうな報告も得てるので、結構最近お寺を巡る、あの、ツアーっていうか、あの、展覧会っていうのは、えー、部屋の外から作品を襖とかを見るというのが主流になってきてるんですよ。まあ、保存の観点でそうなるのも、まあ仕方ないかなとは思うんですけども、ただ、えー、そうすると、なかなかね、臨場感味わえないのよね。あの、細かいところも見えへんから、あなんか向こう のの方ににあるわぐらいいしか感じれないのでそうすると僕は感動がちょっとね、もうちょっとシューンってなっちゃうので、えー、そういう方のために単眼鏡があったら結構遠くのやつが近くで見えるようになるんですよ、これ。あの、4倍ぐらい近くになるよっていう単眼鏡もありますし、7倍ぐらいっていうのもあるんですよ。まあ、大体4倍ぐらいから7倍ぐらいのやつを選ばれたらいいんじゃないかなと思います。あの、倍率が多く、高くなると、なればなるほどなんかブレやすくて焦点が合わなかったり、ちょっとこうしたらなんかすぐブレるみたいな感じで、 ちょっと扱いづらいらしいので、4から7倍ぐらいでちょうどええんちゃうかなと思いますけど、そういった単眼鏡で見られるのがおすすめです。というのは、今回も結構遠くから見るような形になるんですね。部屋の外から見るっていうような形になるので、単眼鏡を持たれてた方がよりね、細かい筆致とかを確かめるのにはいいんじゃないかなと思うので、今後の展覧会を楽しむ上でも単眼鏡をご用意されているのがいいんじゃないかなと思います。 それでは作品の解説の方を進めていきたいなと思います。えー、まずスタートね。えー、玄関入って、まあ、靴を置いて、で玄関入って階段をちょこちょこちょこっと上がったら、えー、真正面に見えるのが森関西と言われる越身の怪獣和紙図になります。まあ、え木の上に和紙載ってますようの図になりますけれども、この障壁画がズドーンって正面にあるんですけど、これがね、めちゃめちゃ迫力があるんですよ。 もうカウンターバンチ、もう、ッケのワンパンストレートみたいな感じで、もう、かん、もう、そ、そ、から、すごいのが出てくるで、みたいな感じの、えー、作品が待ち受けてます。これはね、すごかった。あの、森関西っていう人は、えー、幕末から明治にかけて活躍した絵師になるんですけども、えー、丸山派の絵師になります。丸山派。あの、丸山王居って、江戸時代中期に、えー、活躍した、もう一世を風靡した、もう、京都画壇のキングみたいな感じで言われてる、えー、すんごい人、写実的に描くので、もう一世を風靡したよっていうような人が多い。 おったんで、すすけどもこののの丸山王家十十人弟子っってていうのがいいううがたんですよ黄金十鉄っていうねでその中の一人に、えー、森鉄山っていう人がいたんですね。この森鉄山っていうのは森派というあの、まあえー、グループがあったんですよ。森一族みたいな。この血統の高い、まあ、絵描きグループみたいなのが、えー、関西、大阪の方で活躍してたんですけども、それの一人が森鉄山が丸山王家の十人弟子でもあったんですね。 の、えー、さらに弟子になるのがこの森関西になります。だわ悪山王居からしたら孫弟子みたいな存在。 が描いたのが、この怪獣和紙図ということで、まあ、本当にね、力量あるは力量あるって言われてたこの人なんですけども、ほんまに力量のあるす、めちゃめちゃいい作品でした。はい。もう、あのー、なん,かなんていうの,この和紙、和紙の、あの、なんで、筋骨隆々感すごいよ。羽バッサーってしてる、この肩甲骨の筋肉みたいなのすごいのよ。もう肩甲骨っていうかわからんけど、この翼、羽ばたきますよーっていう時のこの筋肉、肩の筋肉必要じゃないですか。鳥の肩の筋肉、うらーっていうのすごいよ。っていう 本当にね、これはなかなか見てて、おぉ、すげえな、迫力あるな、目つきもなかなかいかつかったからね、ああ、これは力強いな、っていうのを感じました。はい。ここでまずね、あの、カウンターパンチも一発目、おっしゃ、見たるで、弱中見たるで、っていうのに行って、ボーンってまずカウンターパンチを食らってから、えわ、ー、かりました、他のものもちょっと楽しませていただきます、みたいな感じで、えー、見ていていただけたらどうかなと思います。ここでも結構ね、僕を10分15分くらいずっと見て,見てて、あの、他の人ずっと先行ってしまうというような状況になってしまったので、あの、放流スタイルありがとう。 ございました。僕は思いました。はい、じゃ、続いていってみましょう。 で、次の作品が丸山王家の作品になります。はい。さっき言ったね、森関西はこの丸山王家の孫弟子だよって言ってた、その大元の人の作品が見れますようになります。しかも、えー、かなりの量、えー、見れます。はい。まず、鶴の間って言って、まあ、鶴がいっぱい描か,描かれてますようの部屋があって、その隣に虎がいっぱい描かれてる虎の間の部屋があって、その次、七賢人の間って言って、まあ、人物めっちゃ偉い人が描かれてるような人物画の間があって、その次に、えー、山水の間ということで、まあ、風景が が描かれてます。ようの部屋があるということで、合計4つま2、あ、は 5, 5つぐらいなのか。5つの部屋、その山水の間というのは2つの部屋になるので、えー、まあ、合計5つの部屋に丸山王家の作品が見れます。よって、これ丸山王家の代表作の1つにもなるのでね。是非ここを楽しんでいただきたいなと思うんですけども。 ここでね、あの、さっき言ってた単眼鏡があった方がいいよっていう話になってくるんですよ。あの、言うたらまあ、部屋なので、あの、廊下側からそのガラス越しに部屋を見るっていう形になるので、まあまあ距離あるんですよ。いやまああの、何両サイドこの、このところは、まあまあ近くでまあまあ見,見たらいいんですけど、まあまあ見れるんですけど、その一番遠い面の奥の方っていうのはまあまあ距離あるんですよ。3メートルぐらいあるんちゃうかなと思うので、あの、ここでね、あの、見ると、あまあなんか向こうにおるなぐらいにしか思えないんですよ。楽しめないのでここで、 単眼鏡があったらより近くでね見たような感じで、えー、細かいところも見れるので是非購入をねご検討いただければなと思います。はい で、ま、いろんな部屋ね、楽しかったんですけども、え二、ー、つの部屋をちょっとご紹介したいなと思います。まずね、虎の部屋。ここがすごく僕印象に残りました。めっちゃ面白かったです。あのー、まあ丸山王家も、残念ながらね、あの猫虎にはなってます、猫虎。あのー、お約束やねんけどね。あの、江戸時代までって、日本には虎って生息してなかったんですよ。だから見ることできなかったから、みんな想像で描いてたんですよ。で、何を想像して描いたかというと、大型の猫という風に考えて、えー、虎を描くので、どうしてもね、え猫、ー、猫チックな 虎ちゃんになっちゃうわけですよ。えー、丸山王京っていうのはリアルに描くことに徹した男だったんですけども、えー、丸山王京もやっぱり猫虎になりますよっていうのが、えー、描かれてました。はい。で、えー、まず 何が猫虎なのかっていうと、えー、目が猫の目になっちゃうんですね。縦長の黒目になっちゃうんですよ。あ、猫目になっとな。まあまあ、これもお相手やな。みたいな感じで楽しんでいただきたいなと。あと、骨格がね、どうしても、えー、虎の骨格になってないんですよ。あの、牙、この口、顎と言ったんですかね。えー、虎の骨格と猫の骨格で微妙にやっぱ違うんですよ。もう牙とかも違うじゃないですか。っていうので、どうしても、あ、猫猫チップになってるねっていうのが見れるので、あの、まあ、それもそれで楽しんでいただければなと思います。これはね、あの、一番最初にリアル 虎を描いたのが、えー、丸山王家の後に出てきた、もう、本当、まあ、ちょっとかぶってるんですけれども、えー。ガンクという作家になります、ガンク。 江戸時代に活躍した虎絵描きとしてめちゃめちゃ有名なんですけど、ガンクは、虎、えー、の標本を手に入れて、そこに毛皮とか被せたり、なんか骨、あの、もらってきて、えー、手に入れて、それで、虎ってこうなんやって言って、骨格も、え、しっかり虎化したのを想像で描いた。見てはないけど、想像で描いた。初めてリアルな虎を描いた人っていうのが最期ガンクなので、えー、それではないんですけども、丸山王家の虎もまあまあ可愛らしいから見てねっていうのがここになります。 で、虎の中の白虎もいたっていうのが面白かった。今度虎の中に白い虎がいるんですよ。それも描かれてるのがちょっと面白いなっていうので、まあよかった見ていただきたいのと、えー、ここの部屋っていうのは、いっぱい虎が描かれてるんですけども、その中の一匹が、えヒョウなんですよ。ヒョウが描かれてます。なので、どこにヒョウがおるのかなっていうのを見ていただきたいの、探していただきたいなと思います。これも楽しいです。なんでヒョウが描かれてるのかっていうと、まあこれ諸説あるんですけども、えー、まあ一説には、えー、なんかその、 丸山王家も虎の毛皮を手に入れてたので、えー、その毛皮を参照に虎を描いたとも言われてるんですけれども、その毛皮の中にヒョウの毛皮が混じってたからヒョウも描いちゃったんじゃないかと言われてる説もあれば、カノオハとかはね、あのー、虎っていうのは、えー、まあ、オスとメスで違う形をしてるもんだというふうな考え方の上で、虎、えー、を描いてる中でメス虎としてヒョウを描いたというふうにも言われてるので、まあ、これどっちがどうなのかはちょっとごめんなさい。このことひらに関してはわからないですけれども、えー、ヒョウが描かれてる 間違いないいいななのでぜひ探していただければなと思いますえ見分け方が、えー、毛皮の模様が違いますよと虎の毛の毛,皮の毛皮の模様が違うのでえそれがどこにおんのかなっていうのをちょっと探していただきたいなと思います。はい、でえ作品のことで言うとこれ何が面白かったかっていうと丸山王家の,あの毛の描き方っていうのがめちゃくちゃ上品やなって思ったんですよ。 うん、あの特にね、薄墨。あの例えば、丸山王郷の彩色が色ついてる絵の虎っていうのは、あの見たことあるんですけれども、えー、この墨のやつっていうと、墨で形をどういうふうに表現するのかなっていうのは、この丸山王郷っていうのは、薄墨の使い方がね、めちゃくちゃ上品に細かく使ってるんですよ。これがね、めっちゃ絶品なので、あの、行かれた方は、えー、ぜひ単眼鏡ででも見ていただきたいんですけども、薄墨の使い方うまいな、みたいな感じでチェックしていただければなと思います。はい、ここめちゃくちゃ面白かったです。 で、えー、その、虎の間が終わった後、まあ、あの、人物側の、えー、試験時の間が終わって、次、山水の間なんですけども、ここはね、あのー、まあ、二つの部屋を一つにして山水の間って言うんですけども、えー、最初の方は、ま、風景画がみあの、描かれてるんですね。これは、神座から見ると風景が広がって見えるね、を意識して描かれてるんですよ。まあ、ここはこれで、これ、ま、A として。で、神座のバックの後ろの、この、床の間のところに、えー、めっちゃでっかい滝が描かれてるんですよ。ぞっしゃーって描かれてるんですよ。 で丸山王郷というのは水の流れっていうのをめちゃめちゃこう生涯を通じてね、書いてるんですよ。あの、大爆仏みたいなめちゃくそばかでっかい滝の絵とかもね、書、えー、いてるのもあったりということで、丸山王郷っていうのは自分の生涯の中で、えー、リアルに書くよ、写実的に書くよっていうことにすごい特化した絵師やったんですけども、そんな丸山王郷が生涯を通じてめちゃめちゃこだわって書いたっていうのが水の流れやったんですよ。 これなんでかっていうと、え、水っていうのはもういろいろ変わるじゃないですか。こう跳ねたりした、形がね、か、もう1変万化に変わっていくじゃないですか。これをリアルに書くっていうことがめちゃくちゃ面白いなだと、書けるのか、書いてやろうじゃねえか、みたいな感じで、生涯を通じて水っていうのをめちゃめちゃ観察していろいろ書いてるっていうのが丸山大家やったんですよ。絶筆で言うとね、保津川図屏風っていう、あの、京都の保津川ってあると思うんですけども、あれの川を描いた屏風っていうのが絶筆とも言われているのでね、まあ、こういうふうに生涯を通じて、えー、水の流れっていうのを描いてたのが 丸山王教になりますの、えー、めちゃめちゃ集大成的な作品というのがこちらの琴平子のこの障壁画の大爆風図なんですよこれはねめちゃくちゃ迫力がありましたうん え、これも、え、言うたら、外から見たんですけども、え、言うたら、障壁画があって、え、こっちのガラスがあって、ここから見てたから、こういうふうな斜めから見ましたよ、なんですけども、この斜めから見るっていうのがめちゃくちゃ面白かったんですよ。どういうことっていうと、え、丸山王挙っていうのは、え、よくね、八方には見てテクニックを使うんですけども、ま、言うたら、どこの角度から見ても目が追っかけてみますよ、見る角度によって、こうね、人物とかが見え方違いますよ、みたいなテクニックをよく使うんですよ。 うん。あのー、まあ、人物の視線とか配置が変わりますよと、ちょっと視覚のトリックを使うような、えー、そういう描法っていうのをよく使うんですけども、まさかのこの大爆渦でもそれを使ってるんじゃないかと僕は思わさせられました。なぜかっていうと、この大爆風っていうのは滝ダーンの後、えー、ガーンって横に流れてくるんですけども、これをね、斜めから見ると自分の方に真正面にこう向いてくるような感じで、ズーンとウォー,フォーみたいな感じになるような角度で描かれてるんですよ。これめちゃくちゃ面白かったんで、えー、ぜひね、この斜めから見るっていうのを楽しください。 楽しんでいただければ、なんか、水の角度が、こう、川の流れがガッてこっちに向かってきているような感じに見えるので、これは面白かったです。で、これをこれでは、あの、またで、ね、いつか正面から見るという機会があればね、あの、それはそれで楽しんでみたいなと思います。斜めから見たら、こう、めっちゃ自分に向かってくるような感じだったけど、これ、正面から見たらどうなんねやろうみたいな感じで、ね、えー、ちょっといろいろ何通りも楽しめるような感じが、この大フーズなので、えー、楽しんでいただければなと思います。 で、丸山王家の,この大爆渦っていうのは、その水の流れの後、廊下を越えると池があるんですよ。ここに流れていって。 ように計算して書かれたとも言われているので、丸山王郷でよくね、あの、お寺の外側の世界と繋がるようにいろいろ空間をね、設計して絵を描くとも言われているので、えー、今回のこの滝の流れの後、えー、池もあるよという、その池も、ね、楽しんで見ていただければなと思います。今回のことひらくの表書院っていうのは、あの、庭園もね、結構見どころたくさんあるのでね、庭園も見ながら、えー、作品も見ながら楽しんでいただければなと思います。はい。 はい。で、続いてご紹介したいのが、村田丹寮になります。村田丹寮。えー、村田丹寮っていうのは、明治時代に活躍した土佐派の絵師になります。だから、山戸絵とか、ああいうふうな、えー、宮廷で栄えたような、えー、雅な世界観を表現したのが山和絵なんですけども、それの明治時代バージョンの作家が、えー、この村田丹寮になります。え、知らんかったわ。そんな人おんねんやと思うかもしれないですけど、このの作品は、めちゃくちゃ有名で、多分ね、あのー、日本史の勉強とかしたことある人やったら、多分、十中八九 見たたことがある作作品を描いた作家になりますえ、そんなんあったっけってあるんですよ。えー、あの、徳川義信が大政奉還する時の、えー、映画あるんですね。あの、みんな、あの、教科書とかでも、大政奉還ってどんな絵やったっけって思い浮かべると、なんか将軍がおって、なんか斜め前に、あの、家臣が、はーってなんか並ん、正座して並んでるみたいな図があったと思うんですけども、ああ、なんかあったの、大政奉還出たらあの図やねんやなんですけども、あの図を描いたのがこの村田丹良なんですよ。えー、そうなん、めっちゃ有名な作品描いてた。全然知らんかったわ、という方も、 そうなんです。あの絵を描いたのがこの村田丹僚が、えー、描いた作品っていうのが丸山沖の後見れますようになります。こちらもね、二つの部屋になりまして、えー、まず最初の部屋に富士山がズドーンって描かれてます。で、この富士山がね、めちゃくちゃ弱です。はい。あの、超ドシンプル。 だんですねあの全然描線がめっちゃ細かく描いてるよとかじゃなくて、もうダイナミックに富士のみをガーンって、こう、床の間の方の障壁画にバーンって描いてるんですけども、あのこれがね、もう隅ふわーってちょ、ちょっと、あの、塗って、 で富士山を表現するっていうぐらいのほとんど書き込みがないもう真っ白の富士がドーンと描かれてるんですけどもこれがね逆にシンプルイズベストやなっていう感じで映えました迫力がありましたでその横にあの富士の裾野が描かれてるんですけどこの裾野がねめっちゃ低く描かれてるのよ「うわめっちゃちっちゃい方程低いみたいな感じこの低い裾野があることでこの富士が余計こうね引き立つよみたいな感じで「迫力ズドン」みたいなうわこのバランスでやられたの、ね やるやん村田丹里さすがやなって思わせるような、えー、作品がまず見れますよ。これをめっちゃ面白いのでぜひ見ていただきたいなと思います。で、その隣の部屋に行くと、えー、巻狩りという作品が村田丹里の作品が、えー、描かれています。はい、巻狩り。巻狩りってなんなんていうと、まあ簡単に言うと狩りしてますよの図になります。はい、あの馬乗ってあのなんか弓持ってあの狩り狩りしてる追っかけて狩りしてるっていうまあまあもうザ狩りですよ。ザ狩り。あのもう獲物を狙いますよのあれが描かれてますよと。で、源の頼と ここのののの巻巻狩狩りりででははめちちちゃゃく有名なので、えー、源頼朝一味がが、えー、してますようの図がこちらの部屋には描かれてますだからまあ主従関係のね、えー、まあお侍さんが馬乗って、えー、狩りしてますようが描かれてるんですけどもここの部屋はねめちゃくちゃ面白かったのはあの言うたら村田丹寮ってさっき土佐派だよって言ったと思うんですけども、えー、その江戸時代の末期ぐらいまでの土佐派っていうとまあまあなんとなくあの雅な感じのちょっと抽象的なあの書き方まあ伝統 典型的な描き方っていうのが山刀やったんですけども、それが明治時代になったらこんなリアルな感じで描き方が変わるのかっていうのが、ね、よく見て取れて面白かったです。はい。あのまあ言ったらね、えー、江戸時代までと明治時代までっていったら西洋画が入ってきたのでリアルに描くよっていうのがめちゃめちゃこう進化したんですよ。でまああのー、ね何で、あのー、写実的に描くよ。なんか解剖学とかも含めて人間の骨格とはこうなってるはずだよねっていうのがよりクリアな状態でね、えー、西洋の描き方っていうのが入ってきて。 それを学んで画風っていうのがガラッと変わったよっていうのが明治代以降の描き方なんですけどもその描き方をもって人物画とか馬の表現とかでどういう風に変わったのかっていうのが見て取れるとめちゃくちゃ面白いんですよ。あの人物めっちゃリアルになってます。 え、もう、表情とか動きとか、この筋肉の動き方とか骨格とか、もう絶対、あの、ちょっとちょっとね、その江戸時代までぐらいのやつやったら、なんかちょっと骨格おかしないなんか手の長さと足の長さおかしないバランスおかしないみたいな感じの映画、可能派とかではあったんですけども、で、それをちょっとガラッと描いたのが丸山王家写実的に描きますようやったんですけども、それをさらに進化させたバージョンっていうのが、今回の村田丹僚のこの巻き狩り図で見ることができるので、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。特にね、馬の表現良かった。うん、馬、う、こんなリアルに 描いてる馬見たことないぞっていうような感じの,、まあ、あの現在はちゃうよ現在はちゃうけども当時からするとこんなリアルな馬をこの当時に駆け取ったんっていうのがねめちゃめちゃ面白かったので、えー、こちらの村田丹陵の部屋というのも楽しんでいただければなと思います。はいで次が村田丹陵の部屋が終わると奥書院に行くまでの間のつなぎのなんかエリアみたいな廊下みたいなのがあるんですけどもそこにもねいろいろ展示されてるんですよ。 でまず最初が、えー、今回の伊藤若冲の修理に関わった資料っていうのが、えー、展示されてました。 えー、展示され僕はここめちゃめちゃ引きポイント、一番の萌えポイントと言っても過言ではないぐらい、めっちゃ嬉しかったんですけどね。あの、掛け,け軸や,やから修理とかするからね。ああ、こういうふうにやってねああ、頑張ってんな。めっちゃ大変やったよな。ってめっちゃワケワケ思ってたんですよ。あの、京都の岡牧行動というめちゃ広告法とかを直す有秀正しき業者さんが今回は修理に当たったんですけども、ああ、めっちゃ頑張ってはるなーって思ってたんですけども、えー、見てるのは僕だけでした。はい。あんまみんな修理とか興味ないから、あの、みんなめっちゃシュッてこう、 あの、素通りするぐらいの勢いで一回荒れてましたけど、僕だけはここにめっちゃ昇り込んで見てました。はい。だから全体コードあかんね。放流型でよかったなっていうことなんですけども。いや、この修理のね、ポイントっていうのをぜひね、皆さん見ていただければなと思います。職人のね、めっちゃ苦労の上で、えー、こう、作品っていうのは復活してるんだよ、受け継がれていってるんだよっていうのをね、ちょっとでも、ね、えー、見ていただければなと思います。 はい。で、まあ、えー、その、修理の展示が終わった後、えー、ちょっと踊り場みたいなところがあるんですけれども、そこにもね、いろいろ作品が展示されてました。ここはね、結構、あ、こんなもん見れんねやっていうので、ちょっとラッキーポイントにもなりましたね。あの、カノ派の三兄弟の作品とかも展示されてました。はい。派で三兄弟って言ったら誰やねんって言うと、えー、カ丹ーでございますたカノーあの、江戸幕府に入り込んだもう、カ派のね、ガダンの家康と言われた男みたいな、あれなんですけれども、三兄弟やったんですよ。えー 可能対応の森信と言われてたんですけども、えー、森信、直信、安信の,のこの三兄弟の作品っていうのが、えー、展示されてて、ええこんなもん見れんねえやっていう感じで面白かったです。あと、えー、芝交換の作品もありましたね、芝交換。あの、江戸時代に西洋画が入ってきて、西洋チックな絵を描く人っていうのがちょこちょこ出てきだしたんですけども、それの走りになったのが、えー、この芝交換になるんですよ。なんか、一応日本画の絵の具とか材料を使ってなんですけども、めちゃめちゃあの油絵チックな絵って っていうのを書いたのがこの芝交換なんですね。の、えー、全然油絵チックじゃないザ日本画の作品が、えー、描かれてました。<laughs> あの、それはまあまあええんですけど、まあ芝交換の作品もありますよと。あとはまあ、トサハのめっちゃ細かい作品っていうのも展示されてましたし、えー、先ほどのね、怪獣和志図の森関西の、えー、今度はリスちゃん。 可愛らしいリスちゃんの絵も描かれてましたよ。これがね、めちゃめちゃ面白かった。リスの作品なんですけども、あの、まあ、構図がね、めちゃくちゃ面白かったです。あの、武道が描かれてるんですけども、武道が上から、右上からこう、ふわーって描かれて、そこになんか、えー、リスがこう、で、まあ、描かれてるんですけど、リスがね、腹見せのリスなんですよ。お腹を見せる、動物のお腹を見せた構図で描くっていうのはね、結構難しいんですよ。独特やなっていうのを、えーまあやってのけてるのがこの森関西ということで、さすが、丸山王家の孫。 お弟子やなっていうのを感じた上で、ブドウがこうガーって下、下にね、お月さんが描かれてるんですよ。普通、お月さんって上に描くじゃないですか。それが下にこう描かれてて、このブドウの流れの後、ラストにお月さんが描かれてますよ。で、腹見せのおじがいますよが、なかなか面白い構図やなと思うので、これはね、見れてよかったなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思います。 はい。で、次がいよいよ本丸の伊藤若中の百科図になります。はい、来ました。百科図。これを見るために私は来ました。で、えー、この百科図っていうのは、えー、上段の間っていうちっちゃい6畳ぐらいの部屋があるんですけども、その部屋に書かれてるんですね。 で、その部屋の、言うたら、まあ、内側に書かれているので、えー、襖は、えー、こう、部屋の中を向いているので、え、それを見ようと思ったら、こう、くるっと逆向けんと見、見れないわけですよ。なので、えー、で、しかもこの襖を開けんと中は見れないので、展示の都合上、え、この襖っていうのを外して、手襖は襖だけで、まず最初に見ていただいて、で、部屋に行ったら、襖開いてる状態の部屋が見れますよ、という形の展示になっております。で、まず襖がこう、立てられて、えー、展示されてるんですけども、これが これがね、めちゃくちゃ良かったです。ああ、これが伊藤若冲の百科図か。おお噂でやっと見たかったねっていうのが見れて、めちゃめちゃ大興奮でした。そもそも、この百科図ってなんで書かれるようになったのっていうと、めっちゃ簡単に言うと、この琴平宮の、えーま、責任者みたいな人、めっちゃ偉い人が、えー、ちっちゃい時に京都で伊藤若冲に、えー、教えてもらってた。 っていうことがあって、えー、その流れで、えー、まあ大きなってことひらぐの責任者になったから、ちょっとあの時移動着手さんいろいろ教えてもらっとったから、移動着手先生にぜひね、うちの琴平ぐのこのまーんで絵描いてほしいと思うんですよ、みたいな感じの依頼がいったんじゃないか、というふうに考えられています。まあこれ一説なんですけどね、あの確定ではないですけど、まあも、し何らかんなの関わり合いがあって頼まれたんじゃないか、リクエストがあったんじゃないかというふうに言われております。はい。 で、えー、こちらの作品どうだったのかというと、僕はね、3つ面白いポイントがあるなと思ったんですよ。3つ。 はい。えー、まず一つが、こちらの作品、まあ、えー、ふすまに、えー、その、草花が、えー、ポン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 って規則正しく描かれてるんですけども、結構一個一個は写実的にめちゃめちゃ描かれてるんですよ。で、それが、えー、規則正しく並んでるので、なんかね、標本を見てるような感じを受けました。標本。なんか、まあね、あの、図鑑みたいな感じを見てるような感じでしたね。で、これっていうのは、当時京都でこの、標本みたいな、えー、博物学っていうのがめちゃめちゃ流行ってたんですよ。まあ、本草学とも言うんですけども、あのー、まあ、 西洋からね、そういう情報が入ってきて、えー、見えた植物とかを薬として、えー、ちゃんと情報をデータベース化して、えー、薬学とかにも役立てるようにするために、ちゃんと、えー、リアルに書かなきゃいけないねっていうのがあったんですよ。流行ってたんですよ。本草学。とか、まあ、植物だけじゃなくて、いろんなものをリアルに書いて、ちゃんとデータベースとして、資料としてもちゃんと役立てなあかんね芸術とかじゃなくて、みたいな流れがあったんですよ。だから、あの、今の現代でもそうじゃないですか。図鑑の絵をめっちゃ成功に書かれてるんですけども、あれ芸術とは言わない ないですかっていう風な感じで、えー、当時もそういう風にリアルに書くっていうことを、えー、結構重きを置いたブームっていうのが全体的にあったんですよ。で、そういった流れから、えー、丸山王挙というのは写実的に書く、リアルに書くっていうことに振り切って、えー、めっちゃスケッチ頑張りましたよ。写実的に書くように頑張りましたよっていう流れができたんですけれども、えー、この丸山王挙が生きた時代と伊藤若冲が生きた時代ってがっつり被ってるんですよ。で、えー、伊藤若冲も当然京都にいたので、その本草学の影響を受けないわけがないんですよ。ということで、 あの、やっぱ写実的に書くっていうのをこういうふうなところで発揮してたんやなっていうのを見たらめちゃめちゃ面白いなと思います。で、えー、続いての面白いポイントなんですけども、写実的に一個一個は書いてるんですけども、それがね、規則的にこう描かれてることによって、なんかね、めっちゃデザインチックやなっていう風にも感じたんですよ。 はい。来ました。デザインチック。野村大好きデザインチック。もうデザインチックって言うとリンパなんですよ。えー、このデザインチックっていうのを絵画の世界に持ってきて、えー、一世を風靡しましたよっていうのが、えー、江戸時代に人気になりましたよっていうのが、えー、リンパっていう一杯やったんですよ。えー、まあ多様な僧たちとか大型光臨とかね。まあそういうふうなやつなんですけども、あのー、まあそれがすごくこれにも感じ取れたら、写実的やねんけど、近くで見ると写実的やねんけども、遠くで引きで見たらなんかデザインチックやなみたいな感じが楽しめて、あなるほどね。伊藤弱中っていうよりも、 こういうデザイン性っていうのもやっぱ意識してたんやなっていうのをめっちゃ楽しめました。まあ、実際、伊藤若冲も京都であったんで、まあ京都の、あの、言うたら DNA みたいなもんなんですよ。デ,デザインとかいうのは。ただからもう意識してなくてもそういうのが、あのーね、ね、えー、作品の中に入ってっても全然おかしくないよっていうので、伊藤若冲も入ってたっていうのが、えー、あるんですよ。で、実際、伊藤若冲の、えー、作品の中、動植作業とかでも、えー、かなりリンパを最後ら辺だったら意識してるなっていう作品もあるのでね。あそういう風な流れっていうのはやっぱ、やっぱりね、 例えば、えーね、写実的に書こうだ、俺の画風はこうだって尖ってたとしても DNA にはやっぱ逆らえへんねんなっていうのを見て取れてね、あすごい面白いなと思いました。はい。 で、えー、次の三つ目の面白いポイントっていうのが、やっぱりね、伊藤若獣の絵の具っていうのはめちゃくちゃ良かったんやなっていうのを改めて感じました。色鮮やか。さ、の、質がめっちゃ良かった。伊藤若獣っていうのはめっちゃボンボンやったんですよ。青物道ンやの、まあ、昭和がやったから、あの、見えたお金に苦労しないよっていうので、画材とかもうめっちゃ絵を使って、最高級の絵の具と最高級の、えー、まあ、あ絵ぬとか、まあ、その材料。 で、当時最先端の絵の具とかももう取り寄せて使うぜみたいな感じで、めちゃめちゃ質のいい絵の具を使って描いてますよっていうの有名なんですけども、それが、え、これ百活でもめちゃめちゃ感じ取れました。だから、え、250年が経った今でもめちゃめちゃ鮮やかに残ってるんやな。もちろんね、白落とかちょっと傷とかはあるんですけども、それでもこんだけ綺麗に残ってるっていうのはすごいなというような、え、色鮮やかさっていうのも感じ取れたので、めちゃめちゃ面白かったね。ここら辺の3つがね、めちゃめちゃ面白かったなと思います。 で、え、を見終わって進んでいくと、え、さっき言った上段の間という部屋が、え、出まして、そこに、え、百数の残りの、え、作品というのが、え、展示されてます。まあ見れますよと。障壁画もあります。ところまんところも見れますし、え、両サイドのやつも見れますよということで、そこをちょっと離れて見るっていう感じなんですけど、ここもね、単眼鏡があった方がいいですよと。え、細かいッ地とかも見れるので、やっぱちょっと柵があるのでね、え、遠いので、そういうのを見るために単眼鏡があった方がいいですよと。で、201個の、え、 植物が描かれているということなので、えー、頑張る人は、それを数えるっていう人もいらっしゃるかもしれないですけど、結構これ数えるの大変やと思います。まず、薄間の方を戻って、薄間の数も1,2,3,4,5,6とか数えていかなあかんのと、えー、部屋の中で、えー、こう、数えていかなあかんのっていうのと、あと、ま、あ言うたら影になってる部分、あの、言うたら、とこの間って、こう、上の方になんか、えー、前の日差しみたいなのがあるんですよ。だったら、その、こっち側とか見れないじゃないですか。っていうのも想像で、あのきょこの、 規則的に書かれてるから、多分ここら辺には2つぐらい書かれてるはずや、みたいな感じで、想像しながら数えて、やっと多分201個って数えれると思うので、えー、数えたい人は頑張ってねっていかもしれないですけど、僕はちょっとごめんなさい、数えはしなかったんですけども、まあ、そういうふうな楽しみ方もできるので、根性ある人は、えー、時間切れにならないように、えー、頑張って数えていただければなと思います。はい。で、こっちの日はもうさっき、ふすまいで話した通り、えー、面白いポイントというのは一緒で、めちゃめちゃ感動しました。おうええなみたいな感じで、色鮮やかやなっていうのもあるのと、 修理してくれたおかげでこういうのが綺麗に展示されてくれてるねんなという感謝も含めて、ね、拝見させていただきましたでこちらの作品なんですけどね実はねこれあんま知られてないんですけども上段の間が今今回見れるんですけども実はね上段の間だけじゃなかったんですよ伊藤若冲の作品っていうのは え、そうなんだよ。そうなんですよ。あの、上段の間以外にも、えー、二の間っていう三水図が描かれてましたようの部屋もありますし、三の間っていう柿翼、ま、あの、ね、あの、勝負が描かれてる作品もありましたし、で、広間って言って、えー、垂れ柳の図ということで、えー、まあ、柳が描かれてますようの部屋もあったということで、合計4つの部屋があったというふうに言われてるんですよ。が、今は1個しかないんですよ。 どういうことって言うと、実はこれ、痛みがひどすぎて、残り3つの部屋の作品っていうのは破棄されました。え、まじでっていう感じで、え、もったいなって思うかもしれないですけど、そうなんですよ。残念ながらね、この、あの、まあ、作品というか、この立地的な問題なのかもしれないですけど、痛みやすい気候条件なのか立地なのかわからないですけど、ところなんですね。だから、ま、今回も、あの、長年、まあ、9年間、あの、非公開にしてましたけど、痛みやすいから、だいぶ白落とかしてたから、今回修理したということで、修理が定期的に行われない限りは、これ、できないんですよ。い っていうのは文化財っていうのは。で、伊藤尺中のこの、えー、上段の間以外のところっていうのは痛みが激しすぎて、えー、ちょっと破棄されてしまったっていう経緯があるんですよ。 で、その代わりに、えー、当時、えー、人気だったガンタイという絵師、さっき言ったガンクの息子さんね、トライ描きのガンクさんの息子のガンタイが当時めちゃめちゃ人気やったので、そのガンタイに、えー、その残りの、えー、弱虫の描かけてたところの作品というのはほとっ払って、えー、描いたっていうのが現在残ってるっていう形なんですよ。 えー、そうなんや。そういう経緯やったじゃあ、えー、じゃあ今、岩体が飾られてるところは、もともと伊藤着中やったんやっていうのを知った上で、あの、岩体の作品を見ると、あー、なんか残念やな。岩体の作品もええんやけどな。なんか、ここ、本当は伊藤着中があったと思うんやったら、なんかちょっと伊藤着中の作品見たかったなっていう、ちょっと何とも言えない微妙な空気にはなるんですけども、えー、まあそんな気持ちを含めて、えー、楽しんでいただければなと思います。まあでも、岩体の作品自体も良かったですよ。岩体からしたら、ね 俺はそれに負けないぐらいの作品を俺も書くぜみたいな感じでプレッシャーもあったと思うんですけども、それを跳ねのけて書いた作品がこちらだよっていうのを感じてね、楽しんでいただければなと思います。んで、あの、この、あの、弱虫のね、元の絵っていうのは、えー、なくなったんですけども、実はね、その一つの、まあ、あの部分的なものだけは現在残っているんですよ。 <laughs> そうな、部分的ではどういうことっていう感じなんですけども。あの、まあ、タレ柳の図っていうのがあったんですね。まあ、柳の図があったんですけども、えー、これが、えー、一応破棄されたんですけども、まだギリ、ギリ残せるぐらいのレベルやったらしいんですよ。で、それが昭和の初期まで愛媛県の拓禅寺っていうお寺で飾られてたらしいんですよ。 ええー、そうなんよね。ギリギリまだ、<laughs> あの、もう、このね、ことひらふうからはもういらんわ、言われてたけども、破棄するわ、言われてたけど、まあ、ギリ使えるかもしれんな,な。おうちの手で飾るわ、みたいな感じで持ってったんかもしれへん。で、これ、経緯はね、なんか詳しくは分からへんらしいんですけども、まあ、そたくぜんじ飾られてたんですけども、やっぱりね、ある程度限界が来たから、うん、やっぱり無理っていうことで、えー、それも破棄されてしまったんですよ。されてしまったんですけども、その破棄される時に、いや、このね、まあ、その垂柳の図って、その柳にツバメが飛んでたらしいんですけども、このツバメだけは、 切りに何とか残せるんちゃうかなということで、ツバメだけ切り取って、その塔玄寺のお近くにあった常連寺というお寺、まあその塔玄寺でもないんかって話なんですけども、常連寺というお寺でその切り取ったゴアのツバメだけがえ保管されてるっていうのがえ近年発見されたんですよ。ええ、そうそんなことあるって感じなんですけど、そう発見されたんですよ。でその発見されたのを祝ってのえ展覧会っていうのも行われたということで、なんかいろいろあんねんなって感じなんですけども、まあ一応そういうふうな感じで、どうせなら全部残そこまで。 あえず全部残しといてほしいなと思うんですけども。まあ、それぐらい痛みがね、ひどかったんだろうなと思います。その、元の部屋っていうのもね、あの、酸水図とか柿燭に関しても、痛みがひどくても、どうしても破棄せざるを得なかったっていうぐらい痛んでたんだと思うんですけど、だからね、文化財の修理っていうのは、大事やし大変やけども、やっていくこと、価値はね、後世のためには必要なんだよっていうことなんですよ。まあ、これは余談でしたけども、まあ、こんな感じで、え、岩の作品も見ながら、え、糸弱中に思いを馳せながら楽しんでいただければなと思います。 で、その眼帯の作品を見てるのが柳の部屋に、カノー単優の虎の掛け軸っていうのも飾られてました。 はい。縦長のドーンとした、ね、あのやつが描かれてるんですけども、あの、これがね、あ、なるほどね、と、えー、可能ノ、まあ、言うた可能派のボスですや、可能単位江戸幕に入り込んだ可能派の、まあ、江戸時代の勝ち組にした男が可能単位なんですけども、えー、その言うたみんなのお手本になりましたよ、の、えー、虎図が描かれてるのを見たんですけども、あ、なるほど、昔の可能派のスタンダードっていうのはこういうふうな描き方をするのかっていうのが見て取れて面白かったです。で、それを見た上で、えそういや、さっき虎見てきたな、丸山王郷の トラとらみな。あれとやっぱ、とくみ比べてみると、あ、なるほど、丸山奥で、だからこういうふうに斬新やったんやっていうのを、ええ、よ、改めて感じることができました。あの、形の書き方とかも含めてね。なんかまあ、あ、なるほどね。なんか、ま、あ言うた可能タイムってな、なんか感覚で書いたなみたいな感じを受けるんですよ。と比べて、丸山奥は一応何かに乗っ取った上で書こうとしたんだなっていう違いっていうのもね、感じ取ると面白いです。 で、さらに言うとね、あの元、岩代さっき、今散々言ってる岩代ね、岩代のお父さん、ガンクっていうのは、えー、虎絵かきで一番リアルに最初に虎描いたよという、この虎のルートで繋がることひらぐっていうのもね、めちゃめちゃ面白いな、ドラマチックやなと思うので、まあそういうふうなね、いろんなところに思いをはせながら、えー、作品を見るっていうのもね、これや展覧会見ると楽しいからね、えー、そういうのも楽しんでいただければなと思います。 で、えー、最後の部屋というのが白書院になります。白書院。ここはね、お土産を売ってたり、その弱中の、えー、修理とかに関してのなんか VTR が、ね、流されてますような部屋になって、ああ、そうなんや、で、終わってしまう人がかなりいると思うんですけども、ちょっと待って ちょっと待って。違うんですよ。ここ実は見逃しちゃいけない、もう最後の作品っていうのがあるんだよって僕はここを大きくして言いたかったけど恥ずかしいから言わなかったっていう感じなんですけど。ちゃうんですよ。ここめっちゃ重要な作品が実は残ってるんですよ。皆さんも行かれる方は、あのー、見逃さないでほしいんですけども、その作品っていうのは上にあります。 天井がなんですよ天井に龍が描かれてるんですよ黒い墨の龍がうわーっていうでっちゃ迫力のある龍が描かれててこれ誰が描いたのかっていうとんかすごい名前やねなんか奥公さんみたいな名前やけども「霊勢為カというのは江戸時代の幕末に活躍した絵師になりまして土佐、あのー、派の絵師になります土佐派。 で、復古山和絵っていうのをめっちゃ推奨した人になります。大和絵って、まあ、平安時代からずっと続いてるんですけども、あの、日本独自の描き方ね、大和絵って。えー、剣刀遣唐使を廃止して、国風文化が生まれましたよ。で、国風、まあ、国風っていうのは、まあ、日本独自の文化が生まれましたよ。だから、金文字とかそういうやつね、ひらがなとか。っていう流れの中で、日本独自の描き方も発展しましたよ、が山戸絵なんですよ。で、その大和絵をめっちゃね、描いてた伝統的な、画 というのが、え、ト佐派になります。を、えー、受け継いできた、まあ、ト佐派のね、勉強してた、めっちゃすごい人が、冷静食べ地下なんですけども、えー、昔の、 山戸絵、すごかったやん。ああいうのに原点回帰せなあかんやんっていうふうな、ええ、思想やったのが、この霊勢ためちかやったんですね。まあ、当時、あの、なんか、古典主義とかあったじゃないですかね。あの、元織、りリ長く、古事記、なんかあ,れあったじゃないですか。ああいうふうな感じ昔はちょっとね、ちゃんと研究しようぜ、みたいな流れがある中で、え、おそらく霊勢ためちかもね、昔の山トエっていうのを勉強しようってみたいな感じで、え、やってたんですけども、この人っていうのはね、あの、残念ながら、やっぱ言うたら、え、江戸幕府とかとも結構関わりが、 があったんですよで時代は幕末じゃないですか。なんかね、尊王上位の志士からすると、おなんかあいつ砂漠派ちゃうんか、なんか幕府とつるんでるから、なんか俺らのできちゃうんか、みたいな感じで、えー、目をつけられてしまって、えー、なんと命を狙われる形になったんですよ。 ええ、そうだ。絵描き屋のに命狙われんのって感じなんですけど、そう、狙われたんですよ。で、結構、ガチの逃亡生活を結構してたんですよ。で、逃亡生活をしてたんですけども、えー、残念ながら、マジで捕まって、えー、殺されてしまったっていうのが、この冷静為め近やったんですよ。ええー、マジで、ほん、絵描き屋のに殺されるとかあんのって感じなんですけど、そうなんですよ。殺されてしまった。もう、悲劇の絵描きが、この冷静為め近やったんですね。 で、この冷静ため、でも冷静ためちかをやってたことってのはすごいよね。このイズムすごいよねっていうことで、近代以降、明治大正ぐらいになってくると、めちゃめちゃこの大和絵とかを勉強する人たちからすると、リスペクトを集めてたっていうのがこの冷静ためちかなんですよ。まあ、大正時代ぐらいになってくると、日本の古典会議って言って、あの、その室、江戸時代の絵画だけじゃなくて、もっと前の室町水墨とかも勉強した方がいいよね。なんならもっと前の日本の原始的な絵ってなんなん、大和絵とか平和時代のやつをもっと 研究していこうぜなんならもっと前の奈良時代も勉強しようぜみたいな動きがあったんで、えー、それを大切にしようとしてたこの冷静試しかっていうのはめちゃめちゃリスペクトを集めるっていうのはあった。 人の、えー、墨の竜の天井がドカーンが見れるので、これはね、見逃すべからずなんですよ。お土産ええー、なーとか言ってる場合じゃないんですよ。まず天井画を見て堪能しなさいよということなんで、えー、ぜひね、楽しんでいただければなと思います。いや、お土産も見ていただいていいんですよ。お土産も見ていただいていいんですけども、ぜひ天井画もね、堪能していただけば見逃さないでいただきたいなと思えるのが、えー、こちらの作品になります。 はい。いかがだったでしょうか今回は、ことひらぐの弱中天のレポについてご紹介させていただきました。まあ、あの、百数はね、結構いろいろ見どころがあるなというのは分かってたんですけども、それ以外にも結構見どころのある作品というのが多かったなという印象なので、今回の動画をね、ぜひ楽しんでいただいて、こちらの弱中点も見に行っていただければなと思います。 はい、えー、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。えー、今回のように気になる展覧会のレポ動画っていうのもご紹介しておりますので、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、 展覧会などの美術レポ交流を楽しめる生配信など日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん是非チャンネル登録をして最新情報をお見逃しなくどうぞよろしくお願いいたします